今ですね新玉川温泉に向かっている途中なんですけれども新玉川温泉に向かうには冬はねもうここの玉川ダムのこの通行止めのところでバスがこの先行けないのでどうやって行くかというとあの路線バスがねこのあと来るんですけれども田沢駅の方からその路線バスの後ろにくっついて行く。 ことがでできるとということであらかじめ、えー、バス会社さんが、えー、通行許可証を、えー、もらってさらに、えー、路線バスそこにね玉川ダムって、えー、停留所がありますけれども、えー、このね路線バスは通るときに後ろにくっついて、えー、向かうことができるっていうね冬に私も初めて来ましたけれどもなかなか面白いというかリスクの高い温泉ということで。 今日はあの飛行機がね30分ぐらい遅れたので、ヒやヒやしましたけれども、なんとかね、間に合ってよかったです。でそこに管理事務所があって、ゲート管理、ゲートの詰め所か、で横にね、仮設のトイレがあるので、使っていいということです。で向こう行ったら、今そこバス待機してるんですけど、向こうに行くと、玉川ダムの管理事務所ですね。 ダムカードとかがもらえるところ。で、そっち行ったらダムの延庭ということで、だいぶ雪が深いですけれども、今ね、ここで路線バスを待っている状況ということでございます。だからこれ1時5分発のバスを逃すと、もう玉川温泉には行けないというふうになってしまうので、ご注意ください。